トバヨ之ノスケは日本の俳優である。本名はトバテルを高瀬実情との極楽コンビで知られる。1905年3月16日、東京府東京市にトバテルをとして生まれる。大倉高等商業学校を3連次で中途退学し、満17歳になる1922年、進撃の東京自由劇場俳優養成所の研修生となる。 1923年に、井川八郎の、国末劇。1926年には、赤石牛尾の一座に参加する。同年、京都、小室の牧のプロダクションで、二川文太郎らが監督した、月形隆之介主演作、修羅発行に出演して、映画界にデビューした。翌1927年、奈良に設立された日本映画プロダクションに参加。 市川志丸主演の芝聖火監督作、天狗騒動機に出演。続いて、中川史郎監督の東海道四ツ谷会談で初主演を果たす。同社は同作をもって解散する。同年、日活渦政撮影所に入社する。日活での第一作は、牧野に遺籍する寸前の南光明が主演し、吉本清等が監督した、助立御免で、同年、 清瀬栄二郎に認められて、清瀬の監督作、銀の川堀りに主演した。当期以降に、喜劇俳優に転向した高瀬実情と極楽コンビを組み、二人の掛け合いのギャグシーンが、山中夫やその弟子、萩原良の作品を含め、多くの映画に組み込まれた。極楽コンビを主役とした映画に、萩原の監督デビュー作、お茶漬け侍、 石橋誠一監督の一刀流指南、久美田教授監督の極楽武勇伝等がある。鳥羽は1937年、山中貞夫監督の森の石松に清水次郎長役で出演し、石橋誠一監督の極楽三度傘に出演したのを最後に JO スタジオに移籍した。JO 入社第一作は並木京太郎監督直木35原作の 南国大兵器で、岡田佐藤寺役と、西郷吉之助役の2役をこなした。同社は同年、合併により、東方映画を設立。賭場は引き続き、東方映画京都撮影所に所属した。翌1938年からは、東方映画東京撮影所に異動となった。第二次世界大戦中の時期、1944年に、同社が合併によって東方となってからも、 東方に所属した。戦後、1947、新東方の設立に参加し、同社の設立第一作、市川根監督の東方千和代に出演している。1958年10月10日、病気により死去した。満53歳没。ありがとうございます。